ますね。シュク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 。
かりを認めてあげたら、少しお休みをあげてください。話したい人と好きなだけ話していいし、一人の時間を過ごしたかったら一人の時間を目いっぱい楽しんでもいいんです。とやかく言ってくる人のことは聞かなくてもいいです。とにかくがむしゃらに頑張ることはもうやめてもいいんだよ。十分頑張ってるからね。それでも頑張りたいっていう人のために、私から頑張るコツを一つ伝授します。あったんだ。
夢見てね。それじゃあ。
しますね。すごいな。でもここら辺まで離れても音を拾ってるので、すごい。これめちゃめちゃイヤホンで聞いてくれてる方はわかると思うんですけど、めちゃめちゃ近い近いですね。
おしまいでーす。いや、新しいマイクすごいですね。いろんな音が取れました。今日はぐっすり眠ってくださいね。私からよく眠れるおまじないです。ゆっくりゆっくり目を閉じて、ベッドやお布団に横になって、今夜もいい夢が見られますように。おやすみ。リンゴ飴を食べたいと思います。私、小島さん、小島だよの小島さんの動画を見るのが好きで、リンゴ飴食べてるのをたまたま見て、あ、これ私もやってみたいなと思ってつい買ってきてしまいました。そんなわけで今日は2種類あります。普通のプレーンのリンゴ飴と、あとシナモンのリンゴ飴です。このお店はポムタムール東京かな、発音がちょっと合ってるか定かではありません。めちゃめちゃ可愛いよね、ほらチラシもらいました。大阪にもあるようです。青森県産のリンゴだって。めっちゃ美味しそうだね。でね、買ってから冷蔵庫で1時間ぐらい冷やすとより美味しく食べれると書いてあったので、ちゃんと1時間冷やしました。それでは早速いただきたいと思います。しあ、もうちょっと溶け出してる。でっかい、食べれるかな。釣りとかのリンゴ飴、うまく食べれた試しがなくて買ったことなかったので、全然お家で食べると豪快に食べても平気だから、安心して食べれる。美味しい。
する系の咀嚼音やるときにいつも思うんだけど、イヤホンもしてるから自分の耳に食べてる音も届くんだけど、噛んでる音が頭の中にも響いてるじゃないですか。骨伝導じゃないけど、なんかおせんべい食べてる時も、私噛んでる間はボリボリする音が大きすぎて人の話が全然聞こえない時があって、初めて白状しましたが全く聞こえてなくて、今そんな状態でちゃんと咀嚼音が届けられてるのか、それとも私の脳内に響いている音が大きすぎるだけなのか、ちょっと定かじゃないです。でも美味しいです。
意外と食べれちゃうんだけど。Thank you.
さっきからリンゴがめちゃめちゃジューシーで、めっちゃね、果汁が垂れてしまう。